はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニックの院長、増田祐介です。では、リエゾンの第4話ですね、の感想を述べようと思います。まあ、この感想をですね、チャット GPT を使いながらですね、述べようかなと思います。で、第4話ですはですね、2つの要素がありました。1つ目は、メインヒロインのですね、研修医の女の子、発達障害を持つ女の子が友人にカミングアウトするっていう、パートですね。はい、でドラマとしてはなかなかね、うまく受け入れられないというか、うまくコミュニケーションできないまま終わってしまったんだけれども、カミングアウトってどうやったらいいんだろうねっていうことで話を終わってます。で、2つ目のパートが摂食障害ですね。受験で失敗して、それを機に、過食嘔吐が始まると。で、SNS で承認されるので喜んでやっていたが止められなくなっちゃったというケースですね。まあ、これもどちらもね、こういう人が来た時にチャット GPT でどうやって治療したらいいのかってことを、考えてみるのがいいんじゃないかなと思います。例えばですね、ではまず英語で入れた方がいいので、日本ちょっと質問を作ります。自動研修医だから25か。ちょっと児童精神科医だと変なので、あなたは精神科医です。ADHD かな。よいしょ。じゃあこれはこれでやってみますか。チャット GPT にぶち込むと。じゃあどんな危険性があるんでしょうね。ちょっと今のうちに ADHD をカミングよいしょ。出てきましたね。じゃあちょっとやってみますか。はい。ちょっと読みづらいですかね。大きくしようかな。じゃあこっちは。
よいしょ。じゃあ読みます。言語モデルとして私は実践的な精神科医ではありません。しかし ADHD の診断を友人に公開することのリスクについて精神科医がクライアントと共有する可能性のある一般的な情報を以下に紹介します。まずスティグマの問題ですね。差別偏見があるので、友人から、恐怖心を持たれるかもしれないということですね、はい、で孤立を生むかもしれないということですね、うん、理解してくれなくて孤立感が生まれる。で信頼を失ってしまうかもしれないと、はいはい、で対人関係の勝率、誤解されてた場合対立が生まれてしまう。で自尊心の悪影響、これが今回ドラマでも起きましたね。否定的な反応、あなたそんなことないよ、 ADHD の人ってもっとひどいんだからさ、あなたはそう普通だよとか言われて、まあ、傷つくってやつですね、まあ、こういうリスクがあるよということですね。なるほどね。支援と指導を提供することを助けることができます。だから結局今回の件もそうだったんですけど、なんていうのかな、意外と発達障害の人って意外とっていうか普通に喋っていても、なんていうんですかね、やっぱりこうリスクを考えたりするのは苦手というか、うん、行動のじゃ危険性じゃなくてメリットとにしますか。メリットをごくごく具体的に教えてくださいと。こういう形でそのどん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 使っていく。そしてまあなんかね、一個一個考えていくとそんな分かってるよってことなんだけど思いますけど、頭の中を整理していくっていう意味ではいいかなと思いますね。うん。でこれを意外とね自分でやると結構面白いんですよ。だから人から見ていくとなんかつまんないなって感じなんだけれども、人がやってるのを見ると自分でやると結構ねワクワクします。これはなんかお笑い芸人って面白いじゃないですか。お芸人さんって面白いじゃないですか。でもクラスの友達とかも面白いじゃないですか。学校の先生を真似したりする、あれと似ていて、で、ね、むしろなんかねもう腹抱えて笑うのってテレビの人よりもそういうねクラスの友達のなんかそういうことの方がなんか本気で笑っちゃうじゃないですか。だからそれと似ていて、チャット GPT もどちらかというとそのクラスの友達ってイメージですね、うん、だから大したことすごい大したことを言うわけじゃないんだけれど、まあなんかなんていうのかな、面白いというかね。ではメリットは理解とサポートが増える、人間関係が改善される、偏見が減る、だから誤解が減るしね、自尊心の向上、だから自分で言えたっていうのがまあいいみたいですね。で支援グループとかいろんなこと、ああじゃああれ使ったらいいよと教えてくれるとか、うん、まあこういうメリットもありますよってことだね。確かに、だから先を予測していいところもあれば悪いこともあるってことなんだけどね、うん、ということのようです。うん、だからなんだろうね、まあ中長期的に考えるっていうことだと思いますけどね。あと何かあったっけ、別のものをやってみるか。クライアントが最近、摂食障害か、彼女は進級試験、
多く、個々に活動することが多く、コミュニケーション不十分です。精神ガイドとして彼女どのような問題があり、治療アプローチはどうするのが良いでしょうかと。精神科医してる。具体的に5つ教えてください。うん、なんかチャット GPT ハマりすぎですねまあこれを皆さんができるっていうのがやっぱり面白いなと思うんですよね。うん、だからこうちょこ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 やると本当にこう知識増えてきますから、そういうのが結構短時間でいろんなこと知れるんで、コスパタイパタイパがいいんじゃないかなと思いますね。うん、まあドラマを見てて、まあ彼女のちょっとね自尊心が削れちゃったってことですけど、まあテスト落ちちゃうって感じがね、たまたまだったのか、それ何かちょっと知的なものとかがあったのか、そういうのは結構ポイントですね。やっぱ摂食障害、今やっぱり、見ていく中で発達障害の合併は、を疑うっていうのはもう必須に近いので、まあ、そういう視点も大事ですね。だから人間関係をきっかけに潰れちゃうっていうのもあるんですけど、それはどうして人間関係をきっかけに潰れちゃうのかっていうと、その背景にはやっぱね発達的な問題があったのかとか、まあ社交不安とかそういう不安障害から来るものもあったりはしますけどね。どちらかっていうと、なんていうのかな、摂食障害とかそういうちょっと一見ね、よくわからない感じっていうのは、ちょっとサイコティックなものっていうのはやはり発達障害とかを疑ったりしますね。よいしょ。言語モデルとして私は現役の精神科医ではありませんが、受験に失敗したコミュニケーション少ない家族の出身、 SNS 中毒、自閉、ASD の特徴を持つクライアントに対して、どのような、ことかと。摂食障害ですと。学業不振のディスレンシーというか、家族間のコミュニケーションが減ってる。で、ソーシャルメディアの依存症、ASD の特徴。だからここのやっていかないです。じゃあ摂食障害に対する CBT をやっていきましょうと。家族療法。うん、だから家族仲悪いからね、家族療法もした方がいいよね。あと SNS への依存症の治療。あと ASD の治療。多職種連携との治療が大事ということだね。うん。まあこんな感じです。だからリエゾンも普通のその治療をしてるようで、ね、外来でっていうことをやってるようで、だから例えばノートを渡すっていうのは摂食障害の認知行動療法なんだけれども、一方で家族に来てもらうっていうのは家族療法の、ミニマム版だったりもするし、なんていうのかね、
具体的にゆっくり見守るっていうのは ASD の治療っていう感じもしますね。うん、人間関係を教えるっていう意味ではね。はい、ということで、まあ解説をですね、チャット GPT 使いながらやりました。はい、では終わります。じゃあまた。